全国大会10年連続出場、広島県で圧倒的な強さを誇る広島南高校バスケットボール部。チームのスローガンは堅守速攻。前回30秒のシュート対決で惜しくも敗北を喫した阿部さん。南高校18点。今年から声出し応援ができるようになったっていうので、応援団長とかいますか、この中に。応援団長、もう我こそは応援団長、聞いた。何でも新しい応援歌を考案したそうで、お願いします。南広島、空を池南、まさに広島ならではの応援歌。南、南、広島。おお、待って、カープのとこ南にしただけよね。歌詞一緒や、歌詞。ちょっと物騒なもの持ってますけど、これどういった練習されるんですか。コンタクトシュートっていうメニューでコンタクトを練習するんですけど、はい、まあ、コンタクトっていろんなところで発生してて、で全国行ってレベル上がれば上がるほどコンタクトが強い選手がいっぱいいるので、そのコンタクトに負けないようにシュートに持っていくっていう練習です。特にゴール下で激しくなるバスケットボールのコンタクトプレー、全国で勝ち抜くためには強靭なフィジカルが求められます。というわけで阿部さんも体験。じゃあ行きましょう。お願いします。緊張する。阿部さん全く歯が立たず。コンタクトスポーツすごいね。怪我とかここのこう耐えるところの膝とかも足首もそうやけど、こんな中でやっとるわけよね。自分からも体を当てにいって、はい、相手に負けないようにしてます。あ、そこで相殺させるってことか。当たられるだけやったらバーンってなるけど、ドーンって耐えてジャンプするってことか。はい、すごい。では今回のチャレンジは何でしょう。バシーン、吐き出す投げタップチャレンジ。これタップチャレンジでつなげって言っただけでこんな盛り上がれるんやね。お前これ幸せやね。どんな内容になってますか。みんなでタップを3周つないで最後に阿部さんがシュートを決めるっていう。タップって何ですか。タップ、ボードにボールを当ててそれをみんなで、あー、ドンドンドンで最後にシュート。はい、もう十何人やって、これ最後失敗したらもうギーンになるやつやそれ。責任重大なことさせるね。OKOKOK。 まあほんまに強いから。まずはタップを見学。これを3周して阿部さんが最後にシュートを決めれば成功です。これタイミングよね。だけどジャンプのタイミングとボールを当てるとこと力加減と。早速練習してみると、あとは決めるだけ。さあ、いよいよタップチャレンジスタート。順調に完璧につないでいきます。さあ、そろそろ阿部の番が回ってきますが、あっと、ここでいきなりミスが出てしまいました。気持ちを切り替えていきたいところです。2度目の挑戦、ここまでは順調。そして阿部は、
見事につなぎました。いいペース。2周目これも成功。順調につながっていきます。あとは最後に阿部がゴールを決めるだけですが、最後の最後でまさかの失敗です。マジでごめん。1時間ぐらい頑張ろう。1時間ぐらい。よし。3度目の正直なるか。3回目のチャレンジ。ここは集中していきたい。1周目見事に阿部が決めた。チーム全体の一体感が増しているようにも見えます。2周目ここも成功。さあいよいよラスト3周目、阿部決めることができるか。最後は阿部が決めてタンクチャレンジ、見事に成功です。今までで一番のガッツポーズさんも出した。マジで。でもこうやってみんながチームプレーっていいですね。やっぱり汗かいてチームでみんなで一つのボールを、青春っていいですね。青春っていい、本当に。